し。人里に到着。してない。あれ、道間違えたかな。私が人里をなかったことにした。あんたが人里を？ああ、ここはもうお前の知る人里ではない。お前との戦いのために新たに作り出した歴史なき草原。わけのわからないことを。里の人たちは無事なんでしょうね。私は人里を見えないようにしただけだ。里の人間に危害を加えるつもりはないから安心するといい。見ず知らずのあんたを信用しろと。なるほど、自己紹介がまだだったか。私の名前は上白沢慶。必ず人里に来るであろう。お前を足止めしに来た。ふっ、語るに落ちたわね。それじゃ自分は敵だって言ってるようなもん。これ以上の問答は不要だろう。それともそれが白霊の巫女の流儀なのか。は？そんなわけ。この姿だと少し好戦的になるんだ。な、ちょ、まっ、はっ。我が名はコンパクヨウム。ミユコ様の命により助立ちに参りました。あんたはこの間のあなたに味方するよう命じられてきたのですが、余計なお世話でしたか。いいえ、助かったわ。味方ってことはあんたに背中を預けてもいいのかしら。その迷いも断ち切って差し上げましょうか。いいぞ、歴史にない稀有な組み合わせだ。まとめてかかってこい。コンパクヨウム、いざ参ります。昨日の敵は今日の友てなわけで、前回の異変で敵だったヨウムが仲間になったのだ。ボス戦は毎度おなじみの加速役サブトンで攻略を進めていくのだ。ヨウムが結構いいダメージを出しているね。アイテムによるバフに加え、能力の2回攻撃でケイネの HP をどんどん削っているのだ。で、違うぞ。特に苦戦することもなく勝てそうだね。スペカで倒そうと思ったけど弾幕で十分なのだ。させない。うわあ！背中取ったわよ。参った。降参だ。おや、ケーネ先生、それに巫女さんたちもこんばんは。どうもこんばんは。
見ての通り人里は元に戻した。村人たちにも何ら悪影響はない。危害を加えるつもりはないって本当だったのね。私はここにある寺小屋で教鞭をとっているんだ。間違ってもあの子たちに危害が及ぶようなことはしないさ。あんた先生だったのね。その先生がどうして人里を隠したりしたのよ。時間稼ぎが必要だったんだよ。お前が次々と異変を解決していくものだから、次の異変が間に合っていないんだ。優秀すぎるというのも考えものだな。今のは聞き捨てならないわね。それじゃまるであんた自身が異変を画策してるみたいじゃない。とんでもない。私はただの駒に過ぎないさ。私が知っているのは新たな異変の元凶となる場所だけだよ。新たな異変ですって。ああそうだ。異変の解決を望むのであれば迷いの竹林の先にある永遠亭に向かうといい。ゆゆ子様も同じようなことをおっしゃっていました。それに迷いの竹林の方角から嫌な気配を感じるのも事実です。なんだか釈然としないわね。でも新たな異変なんて聞かされたら無視するわけにもいかないし、言われた通り迷いの竹林の方に行ってみるしかないか。不祥不祥ながらお供しましょう。勝手についてこようとしてるくせに、なんでいやいやなのよ。ったく、邪魔だけはするんじゃないわよ。頑張れよ。ヨウムリンクゲットなのだ。てなわけでケイネに言われた通り永遠亭に向かうのだ。わっ、いきなり地雷の罠にかかってしまったのだ。パチュリーリンクで爆発のダメージを軽減するパネルを取得するのだ。イザナギリンクはしっかりと活用しようね。はい、てなわけで基本的に道中はカットしていくのだ。あれ、マリサだ。こんな竹林の真ん中で何やってんのかしら。おーい、マリス。動くと撃つ。間違えた。撃つと動くだ。今すぐ動く。どういうつもりよ。こっちとら異変調査の途中なんだけど。そう、異変だ。お前にそれを解決する能力が備わっているかテストさせてもらうぜ。相変わらず勝手なやつね。でもいいわ、私も久しぶりにあんたと戦ってみたい。いいね。それでこそ白霊レームだ。攻撃じゃ私には当たりませんよ。はい、てなわけでボスのマリサです。開幕はいつも通り加速役サブトンで、ケイネ戦の時のようにドームがメインでマリサと戦ってもらうのだ。マリサは人間魔法使いの種族だと思うので、あらかじめ装備やイザナギリンクでこれらの種族特攻をつけておくといいのだ。少し話が変わるのだが、今作はなぜか妖怪図鑑がないのだ。敵を攻撃する、あるいは敵からダメージを受けることで種族やランクがわかるけど、正直、ちょっとわかりづらいのだ。過去作といろいろとシステム面で差別化したいのかもしれないけど、
シリーズ初心者にはなおさら妖怪図鑑はあった方がいいと思うのだ。はい、話をマリサに戻すのだが、このマリサ、ナシカの反動でわずかに自傷ダメージを受けているのだ。ロータスラビリンスの名前かな。とりあえずマリサはマスパにだけ注意すれば大丈夫なのだ。あとはヨウムが何とかしてくれるのだ。やめてくれ。グエー、相変わらずのパワーだったけど一歩及ばなかったわね。チエ、言ってくれるぜ。だが、これなら大丈夫そうだな。テストは合格だ。この先にいる異変を企てている連中のことはお前に任せたぜ。おう、やっぱり悪だくみをしている連中がいるのね。っていうか、ちょっと待って、なんであんたがそんなことを知って。じゃ、そういうことで。のかしら、あいつ。あっちこっちフラフラしちゃって、ちょっと瞑想しすぎじゃないかしら。でもさっきの行動に迷いは見受けられませんでした。何の迷いもなく喧嘩を売ってくるのはどうかと思うけどね。まあ考えてもしょうがないか。迷子にならないうちにさっさと先に進みましょう。ここが永遠亭って場所みたいね。いい？ヨウム、異変解決には怪しいものを見逃さない観察眼。まあ勘が大事なの。なるほど、言われてみれば私もユユコ様から心眼を鍛えろと指摘されたことがあります。あれはそういうことだったんですね。ええ、そういうことよ。だからいかなる時も周囲に気を配りながら。何かしらこのボタン、ポチッとな。うわー、あのさ、何さ、侵入者対策だっていうのはわかるんだけど、あんなしょうもない罠にかかってここまで落ちてくるやつなんているのかな。確かにしょうもない罠だね。でも本命はその後さ。その後？永遠亭の庭に仕掛けられた第2第3の恐ろしいトラップ、それらで疲弊させてから改めて侵入者を排除するって寸法よ。最初のしょうもない落とし穴はいわば挨拶。あああれ、うん、
惑なんて心眼で対処可能ですから。はい、ボスのロンデアンドテイなのだ。もう開幕にやることは分かっているね。おいしそう。瞬殺、ドーム、恐ろしい子。これはドームで楽勝なのか。マインドシェイカー。あ、そうだった。うどんげはいろんな状態異常をかけてくるんだった。こんなんと強化なくはまずい。あ、出たら本当に勝ててきた。あ、ドーム、もうこうなったらやられる前にやるしかないのだ。勝てた。逆にヨウムが生きていたら同士打ちで負けていたかも。あとはお守り、健康祈願があれば強化は防げていたね。まったん。今夜はウサギ鍋かな。そうな。さてと、これで作戦通り永遠帝の深部に潜入することができたわ。で、これからどうするんですか？そうね、こいつらの親玉を探して何を企んでるのか聞き出しましょう。え？それならそこで倒れているウサギたちから聞き出せばよかったのでは。よし、先へ進みましょう。うどんげリンクゲットなのだ。はあ、ようやく殺風景な地下から上がってこられた。判例に埃が積もっちゃいました。あら、床下からネズミが出てきたわね。こんな患者との面会は予定にないのだけれど。誰よ、あんた。注意してください。おそらく、さっき倒したウサギたちの親玉です。あら、うどんげたちを倒したのね。私は矢心エイリン。あなたたちの言葉を借りるなら、あの子たちの親玉ってことになるのかしら。そう、あんたが親玉なのね。あんたたちが異変を起こそうとしていることは分かっているわ。何を企んでいるのか洗いざらい白状しなさい。なるほど、今回の姫を連れ出さんとする資格はあなたたちなのね。姫連れ出す、一体何のことよ。言葉のあやよ、気にしないで。もしかしてその姫ってのが異変を起こそうとしている黒幕なの？その答えが知りたいなら少しだけ私と遊んでいきなさい。矢でも鉄砲でも見切ってみせます。はい、ボスのエイリンなのだ。エイリンもうどんげのお師匠なだけあってヤバいのだ。筋肉、蓬莱の薬。ほら、蓬莱人が蓬莱の薬を飲むんじゃない。ボスが最短持ちになるなんて大人げないのだ。これなら全部見た。あ、ウームがピンチなのだ。ここは寮館で、ついでに弾幕 P も回復しておくのだ。いただきます。さて、この後エイリンは最短の効果で復活するけど、少しカットするよ。これなんて、よくも。うん、耐久面と状態異常対策は不十分なのか。とっておきよ。その後も粘ってみたけど、ダメだったのだ。現状
あとは最初に。信じられない、この私が。矢でも鉄砲でも見切ってみせます。いただきます。はい、目分転換に CLC 衣装に着替えてエイリンにリベンジなのだ。とっておくよ。さて、戦い方は特に変化はないので展開を一気に進めるよ。いただきます。ありがとうございます。合わせる顔がないわね。あなたの考えは正しいわ。お察しの通り、異変を起こそうとしているのは私たちの姫よ。やっぱりね。それで、その姫とやらは一体何を企んでいるのよ。あら、すべての質問に答えるとは言ってないわよ。こいつ。姫を止めたいなら、この先に向かいなさい。姫はそこで異変を起こす準備をしているはずよ。自分の守るべき主人の居場所を敵に教えるとは、一体どういうつもりですか？私が守らなくてはならないほど姫は弱くない。ただそれだけのことよ。そうですか。たとえ罠だとしても罠ごと切り捨てればいいだけの話です。その誘い受けて立ちましょう。ま、そうね。疑ったところでどうしようもないし、先に進みましょうか。順調なようで何よりだわ、レイマ。くれぐれも壊れないようにね。あんたは噂の姫？こんなところで一体何をしているのよ。私は蓬莱山かぐや。私はね、あの空に浮かぶ月を隠そうとしているのよ。幻想郷から月が消えたら困るでしょ。そんな軽いノリでみんなが困ることをするんじゃないわよ。そうですよ。月から力を得ている多くの妖怪たちにも迷惑がかかりますし、お月見だってできなくなるじゃない。そういうわけだから全力で止めさせてもらうわよ。そう、私を止めに来たのね。それにしても随分と珍しい組み合わせね。うん、まあ確かに五越同州急増の組み合わせではありますが。そんなことはどうでもいいわ。あんたが異変を起こすっていうなら、私たちはそれを止める、それだけよ。そうですね。止められるものならばっていうやつね。いいわ、受け取りなさい。この蓬莱山かぐやから送る困難を、私からの美しき難題を。この難題こなしてみせます。ボスのかぐやなのだ。うどんでや、エイリンと違って状態異常系の攻撃は持っていないはず。加速薬はないなったので怪力薬を飲むのだ。虹色の弾幕、一体どんな効果なのか。多弾ヒットなのか。ひょっとしてお師匠やうどんほどではない。人間撤回、油断してはいけないのだ。いただきます。
ありがとうございます。難題が遅いわ。また新しい難題なのだ。おそらく防御系の技なのだ。難題が遅いわね。効果、守護に加え弾幕強化状態なのだ。弾幕強化、ゴーマ間でのトラウマが蘇るのだ。また新しい難題なのだ。難題は1ターン後に効果が発動するみたいだね。全体攻撃でランダムに炎地形を作る技かな。おいしそう。ありがとうございます。レイヤー返し、夜明け、なんかヤバそうな予感。ここはレームもステカで攻撃するのだ。とっておくよ。やだ、それ。わずかに HP が残ったか。レイヤー返しはバフトでバフなのか。眠れちゃったな。どうよ。なかなかいい戦いだったわ。うん、疲れちゃった。普段から部屋にこもっているせいで運動不足なのでは。だから運動したんじゃないの。もう疲れちゃったし、異変を起こすのは諦めることにするわ。それと稲葉。罪滅ぼしってわけじゃないけど、この子をあなたに協力させるわ。今後人手が必要になった時にでも好きに使いなさい。あら、そう。それじゃ遠慮なく。じゃなくて、まだあんたが月を隠そうとしていた理由を聞いてないんだけど。特にないわ。異変はただの負け。私の目的は難題そのものだもの。ん？姫、そこまでに。あ、そうだったわね。まあいいわ。結局は未遂で終わったわけだし、追求するのはやめてあげる。これからもお月見ができるってだけで私は満足よ。はい、誰も困ることにならなくてよかったです。ねえエイリン、久しぶりに運動したせいかお腹が空いちゃったわ。まったく。うどんげ。わかりました。あれを持ってくればいいんですよね。見つかった。あなたたちもゆっくりしていくといいわ。夜が明け、途方もない難題を突きつけられるその時まで。私にかかればこの時と当然よね。とりあえず今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。不思議なゲイサー教フォーサイト。